旦那はバツイチで、離婚理由が前妻の托卵。もちろん嫡出否認している。離婚して17年、私と結婚して13年経ったのだが、その前妻が亡くなったらしく、子供の面倒を見てほしいという遺書が残されていた。元娘は、英才教育されたのか、面識もない旦那のことを、実の父親だと思っているらしく、今まで、ママに迷惑かけた分、パパには、大学まで学費を出して、謝ってほしい。とほざいてる。元娘は、成績はいいらしく、ドヤ顔で、模試の成績も提示してきたけど、そもそも親子じゃないんだし、頭が痛いわ。いくら、旦那が、君は家族じゃないと説明しても、それでもパパだもん。と言い張るし、幼稚園児の子供にも、お姉ちゃんだよ。と言い出すし、本当にムカつく。知らなかったが、前妻の親戚の家が、我が家の近くにあったらしく、ちょくちょくやってくるし。前妻の親戚も、年だからか。何かの縁だし、父も母も失ったこの子に、家族として接してほしい。とかほざくし、本当に腹立つわ。居留守は使っているんですが、一度パパを怒らせて、お家に入れなくなった。と警察を呼ばれて大ごとになったので、毎回は厳しいですね。成績は、確かに、市内トップの進学校で、いいんですが。なんでパパは裕福なのに、私は奨学金借りなきゃいけないの。という考えなので、県もほろろです。最悪の場合、高校に通報してしまおうかと考えてます。今後、元娘が来たら、嫡出否認の書類を見せて、旦那は父親ではないし、あなたの存在自体が、あなたの母親の罪の証だと、こんこんと説明しようと思います。元娘に、私の娘が懐いてしまい、お姉ちゃんと遊びたい。と言い出したのが本当に悔しいですが、これ以上、厄介なことにならないうちに対処しようと思います。昨晩、元娘が来たので、子供は近所のママ友に預け、近所のファミレスで話し合いをしました。元娘は、当時の DNA 鑑定の結果報告書を見て、泣いていました。そして、ひとしきり泣いた後、それでも、私の名前はパパがつけてくれたんだし、血のつながりがなくても家族になれるはず。と言っていましたが、旦那が、ふざけるな。今すぐ名前を変えてほしいくらいだ。と怒って、元娘は、また号泣して、すごすごと退散しました。これで全て終わったと信じたいです。